ここならもう安全かしら。多分ね。なんてことだ。みんな落ち着け。ごめん。静かに。待つんだ。これが終末世界で生き延びる術よ。みんな落ち着け。私たちにとっては喜ばしいことだな。分かってるわ。つまりまだ油断はできないってことだ。ここをもう少し任せて。そんなこと優秀な電気技師にとっては朝飯前だよ。お願いだからもうこれ以上ほら吹かないで。あれ、ここ開けられそうだ。噛まれてないから。分かってるわ。大丈夫か、怪我は。滑っただけさ。じゃなきゃ蹴り一発であいつらの頭を吹っ飛ばせたよ。ゾンビにあいつの厚かましい面を噛みちぎるなんてできやしないわよ。おい、バカにするなよ。ほら、照明のスイッチを見つけた。どうだい、明るくなっただろう。おい、そこにもドアがあるぞ。あれ、なんかスイッチがある。待つんだ。あなたは誰？なぜここにいるの？それが命を救ってくれた恩人に対する態度なの？お互いの素性をはっきりさせようとしただけだ。なんせ私は藤原千尋。ゾンビたちの襲撃のせいで兄さんとの待ち合わせ時間に遅れなければ、こんなとこ元からあなたたちと仲良くするつもりなんてないし、心配ならここに残ればいいわ。とにかく行こう。一晩中ここにいるわけにはいかない。
これは ID カード。あれは地下への入り口？どこへ通じて？これが地下シェルターの入り口ね。地下にある施設がまだ使えるといいけど。彼女はここを詳しく知ってるようだね。私たちにとっては喜ばしいことだな。彼女が。すごい！夢でも見てるのか？ここはレストラン？しばらく使われてないみたいね。あれは何かしら？日記ね。兄さんに関する手がかりが書かれているといいのだけど。私はシェルターに関する情報が書かれていることを願うわ。日記なんかどうでもいい。今はただぐっすり眠りたいよ。みんな疲れているはずだ。とりあえず休んで明日また考えよう。あなたたちは先に休んで、私はもう少し日記の内容を調べるから。